はい、いやーすごい暑い日になりましたよ今日は。まあなんか涼しい日がね何日か続いたんだけれども、昨日今日とものすごくいい天気に晴れて、この青空ですよね。2021年9月10日になります。左側がねこれ青山水道遊園ですね。水道遊園2回ぐらいねこれ多分、動画撮ったことあるんですけれども、そういったところ公園ですね。噴水とかね滝がある公園、なかなか面白いですよね。ね、こちらは、青山になるんですね。青山、今日はね、ようやくと言っていいかあれなんですけど、でお蕎麦をね久しぶりに食べに行こうかと思っております。日本全国蕎麦行脚新潟からね、新潟市から全然出れないんだけど、まあ本当にね気持ち的にはねそうやってもうそこら中のね全国の本当にお蕎麦を食べ歩きたいぐらいお蕎麦が大好きで、ね、今までも何度かね新潟市内、ほぼ新潟市内だけなんだけれどもお蕎麦ね食べに行ってるんだけど、こちらはですね、これから行くところは、まあ、コメント欄からですね、以前おすすめいただいた、お蕎麦屋さんでございます。多分ここで合ってると思うんだけれども、こちらのね、青山ローソンの前の信号を左に坂を登っていく感じのね途中にある、ところですね。僕はまあ初めて、この道自体も初めて通るんだけれどもこんな結構なね 急勾配を登ります。駐車場あるってねネットには書いてあったんでね、だからとりあえず車で向かって見てるんだけれども、駐車場はまっすぐ行って左になってるね。ここ営業中になってますね。わあすごい素敵な雰囲気。そば京都さんですね。おー1台空いてるね。あ結構駐車場が狭いですね。よいしょ、ここに停めていきます。到着ですね。わあすごいですね。なんか普通の民家みたいな雰囲気ではありますね。そばどころ、あどころじゃないか、そば京都、このそばのそって書いて京って読むんだね。雰囲気ですね。わあすごい、こんな感じ、すごい青空がすごいね。めちゃくちゃいい雰囲気ですよ。この感じ、わかりますか？めっちゃ雰囲気いい感じですね。行ってみますよ。わーすごい、あ、電車が通る。電車の音がする。いい雰囲気ですね。何割とかなんだろうね、わかんないけど、いただきます。食べます。すっごい綺麗だね盛り付けも。
動画めちゃくちゃ辛かった、ビビった。いいね、マジ抜群に美味しいですよ。これは美味しい。薄め、薄いっぽいね、薄め。おいしい。結構でもやっぱそば湯薄めだな。でもおいしい。
23日曜と祝祭日がお休みですね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。1万お伝えします。8300円のお送りになります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お客さんが割と、まあ、少ない時間、まあ、2時だからね、2時ぐらいだったっすよ。入った時で1時40分ぐらいだったかな。でもね、すごい美味しかったですよ。そばがね、ちょっと何割とかあんまり僕ね、そうですね、こう聞けないから、店員さんになんか恥ずかしくて聞けないんだけれども、聞けなかったんだけど、すごいうまかったですよ。多分でも10割とかじゃないかもしれないですね。でも手打ちなんだろうね、手打ちの雰囲気だったですよ。めちゃくちゃうまかった、本当に。なんて言うんだろう、こうお蕎麦、まあ、大好きで、こうなんていうの、評論みたいなことは全然僕できないんだけど、とにかく美味しい。まあどれを食べても蕎麦は好きだから美味しいんだけども、でもなんて言うんだろうな、お蕎麦ね、とにかく麺がすごいここは美味しかったね。うん、そして、まあ、つゆは割とオーソドックスな、まあ、結構スタンダードなことな感じかな。癖のない、まあ、美味しいつゆでした。ね。なんだっけ、蕎麦湯?蕎麦湯がね、若干薄めですね。ほとんど白く濁ってないようなお湯 のような感じの、蕎麦湯だったけれども。でもね、美味しくいただけました。はい。ね、天ざる蕎麦1700円。まあまあ、普通かな、うん。ぐらいの、ね。まあ、なかなかね、僕みたいなね、まあ、なんていうのかな。まあ、僕からすると高めでは高めなんだけどもね、たまにね、こうやって楽しむものなんでね、まあ、たまには贅沢しようじゃないかっていう話でございます。はい。今日はね、新潟市西区、青山になるのかな?青山にあるね、蕎麦、京都さんですね。京都。とても美味しくいただきました。ざるそば。はい。というわけでですね、これからまた仕事に戻ります。はい。会社から割と近いからね、とても、なんつうの、良かったですね。久しぶりにね、まだでも仕事までちょっと時間があるから、また久々に水道遊園行ってこようかなと思います。水道遊園もね、まあ、動画撮れたらまたここにね、ここら辺に貼っときますんでね。ぜひね、まあ、何度か上げてるんだけども、水道遊園もね、なかなかいい公園なんでね、ぜひね、皆さんも行ってみたらいかがでしょうかね。はい、僕はまたね、ちょっとこれから、行ってみます。コーヒーかなんか買っていこうかなと思ってるんですけど、うん、そんな感じ。では、この動画はここで締めます。はい。では、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。